です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 こんばんは聞こえてますでしょうかはいどうもお疲れ様ですえー、っと、ね、これコラボどうやって呼ぶんでしたっけね俺どこをすんだっけ あゆさん、こんばんは。ひろとさん、ありがとうございます。コンティネコに。いや、5分で済むかもしれないんで。えー、っとね、ちょっと、あの、マルフィゲストの某塾長が来られたら始めようと思います。 あ、はいなつさん田川くんこんばんはですですですあこんばんはこれ、ね、あこんばんはこんばんははい聞こえてますよ、はい、こっちの声は大丈夫ですかあ,あ僕の方も全然大丈夫ですはいはい、ありがとうございます、はい、塾長どうも、はい、え、こちらこそなんかね。 あのお話の機会をいただきまして。<laughs> ええ、いや。あのー。え,ー、えっと、もう四十五分になりましたね。はい、はい。じゃ、あちょっとね、あのー。はい。はい。これ、別に大した話はなかったんですけど。あのー。うちの。ワイフがですね。はい、今、あのー、大学通。はい、通うっていうか、まあ、オンラインで通ってましてね。で。あのー。はい,は,いはい。はい。はい。いろんなレポート書いてるんですよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で。そのうち、だから、もう。 1>, 1年生なので、いわゆる概論的なやつがパパパパッとあるんですね、基礎教養的なやつがね。はい、そのうちの一つに憲法っていうのがあって、大体想像つくと思うんですけど、まあ,あの、あれですわ、その中の一つに、えー、法のもとの平等について語れと、論評せよみたいなね、論述せよみたいなレポートがあって、で、まあ、あのいろいろ聞かれてるんです、僕がね。で えあ塾長がぺこぺこしてる塾長消えましたね。あコラボ多分4人に設定してるかな。あの、もし入りたかったら途中入ってくださいね。だから最初、ちょっと塾長に聞きたいことあるんですけど。<laughs> えっと大丈夫かな。いや塾長聞こえてない。僕の声は聞こえてますかね。こっちがわかるのかな。あ聞こえてますよ。あ聞こえてます。あオッケーオッケー。塾長の声では聞こえないですね。はいはい来た来た。はい承認しました。あもしもし。はい,い聞こえてます。ます塾長オッケーです。あこれ。 ああごめんなさいごめんなさいちょっとなんかあれなってはい出る出るなんか出ないみたいになっちゃってはい申し訳ないですははい、はい、はい、あじゃあまあとりあえずパパッと概論だけ最初のね言っておきますねはい、はい、お願いしますこれどういう話かっていうと憲法のお話なんですけども、はい、憲法の中に、えー、14条か法のもとに人間は皆平等だよっていうのが書かれてるのが あるわけですね、憲法に、はい、平等権条項ですね、はい、はいはい,はい、はい、そうですはいあこれちょっと読もうごめんなさいね僕ちょっとページを用意してたつもりだったんだけど <laughs> 憲法14条ですねゆっくりで大丈夫です、はい、はいはいえー、っとじゃあちょっと短いので読み上げてみますとですね、えー、憲法第14条はいはい、はい すべて国民は法のもとに平等であって人種、心情、性別、社会的身分または文知により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。2項、えー、家族、その他の貴族の制度はこれを認めない。3項栄誉、勲章、その他の栄典の需要はいかなる特権も伴わない。栄典の需要は現にこれを有し または将来これを受ける者の1代に限りその効力を有する世襲はしないと。はい、でもう一つ今回のキーワードになるのが「存続殺人」というものがあります。でこの「存続殺人、えー」これ具体的な判例事件の内容を言った方が皆さんも分かりやすいと思うのでちょっとパッパパパッと読み上げますなかなか面白い衝撃的な事件です。 えっと1968年、えー、昭和43年10月5日 <laughs> 栃木県矢板市で被告人の女性 A は、えー、この時29歳ですジップ B 当時53歳を考殺した、えー、殺害の日まで被告人 A はジップ B によって10日間にわたり自宅に監禁状態にあり 最終的に口論の末に殺害したものである <laughs>、えー。えこれどういうことかっていうとあれもうちょっとこれ具体的に書いてたんだけどな。えー、要するにこの実の父親が14歳の頃から、えー、この実の娘に性的な関係を強要してたんですね。十数年間にわたって。 えー、夫婦同然の生活をさせられてた。で、その十数年間の間に、実の父との間の子供を5回出産しています。で、えー、ずっと近親相関の強姦ですよね。近親の強姦をされてたと。でも、この被告人の女性 A。 が逃げ出さなかったのは自分が逃げたら今度は妹の方に被害が及ぶからと思って逃げ出しませんでしたと、うん、ところがそんな被告の A にも、えー、彼氏ができて、うん、結婚しようかと <laughs> そういうふうな思いがあったんですけどそれを、えー、父親に打ち明けたところ父親は激怒して A を監禁した。 いやその監禁のこれ10日間なんですけどもその間も性交、えー、を強要した上罵倒するなどしたため A は思い余って腰ひもで B を考殺するに至ったというような事件でしたでえー、っとあも桃さんもこんばんは昭さんもこんばんは存続殺人っていうのは何かっいったらえー 要するに自分の親殺しのことがこれ存続殺人ということでいいんですかね。あまあまあまあ,あの、軽くそれでいいと思います、ね。簡単に言うと、親とかママ、自分より目上の身内のことを存続と言って、えー、この存続殺っていうのが <laughs> 特に重い刑罰が課せられるというのが、えー、と昔の刑法の話でした。で これについてですね。死刑または無期しかないというところ。そう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 。他の一般の殺人と違って、うん、死刑と無期しかない。懲役何年っていうのがないんですよね。そこがちょっとポイントですね。はい,はい、はいうん。でこれについてのさい裁判がですね。一審では刑法二百条をいけに二百条っていうのはこれ存続殺に対に関する規定があるわけですね。 で刑法199条というのが一般の殺人罪です。で今回この200条を違憲として、えー、199条だから一般の殺人にしてで、えー、上場酌量して、うん、過剰防衛であったとして刑罰を免除したつまり200条を,にを適用してしまったら無期または死刑 になってしまうのでいいいやいやそそれは、うん、ちょっっと、うん、飽きまんんでででうう話で最初そうなってたんですねで結果的にこの裁判は刑法200条っていうのがえつまり存続殺人という刑法そのものが違憲ではないかというところが争点だったんですけどもそれ自体は違憲ではないただし刑罰が重すぎるのは違憲状態であると。 いうようよなな判断がなされましただから存続殺、えー、自分の父親をとか母親を殺した場合に罪が重くなるよというこの特別扱いそのものは、えー、合憲であるとただし今の現行刑法現行というその <laughs> 改正前の刑法で無期懲役または死刑というのはいくらなんでも重すぎるこれは違憲である。 というふうにして、これ、初めて、えー刑,法がえー、あ刑法だけじゃなくて、法律改正が行われた最初の例なんですね、あの憲法を根拠として。というふうに、ここには書かれてます。はい、でですね、ざっくりとした質問をするなら、これって法の下の平等と関係があるのか。はいうん ということなんです。うん。つまり、今でもですね、この刑法二百条っていうのは。あ、はい、あ、どうぞどうぞ、お願いします。あ、いい、いいです、いいです。あの、えっ、ー、と、多分十四条の解説の話も。せーの、あかんのかなと思って、ちょっと、まあ、そこの前提も。一応用意はしてきてるんですけどもあ。はいはい。お願いします、ぜひ。あの ど,どうどうでしょうかねだからあの14条ってこれあの普通に見ていただくと「平等権」という書い方を普通、まあ、まあ中3の公民レベルでは14条って「平等権」っていうふうに習うんですよね。であの平等というところであのまあ平等権っていうのはえー、と国民の方から国家権力や国の方に平等に扱いなさいよっていう。うんうん まずベクトルなんですよ。はい、平等権。権、権利の方なんでね。うん、ところが、これ平等権だけをじゃあ保障してんのかっていうと、実はそうじゃなくって、国の方から今度は国民の方を平等に扱うということも入っておると、うん、いうことなんです。はい、で、これ普通あの憲法を勉強すると、これはね、平等原則っていう言い方をするんですよ。うん 国の方から国民の方を平等に扱うのを平等原則をちゃんと守ってるかどうかまあまあ,あ守ってなかったらこれ平等原則違反っていう言い方をまあするんですよねはい、はい、簡単に言うとでそれは平等原則というところから見た時にこの法律による対応の仕方がこれまあ結論から言うと厳しすぎる刑罰というのは えー、平等な扱いになってないよねっていうところでこれ、あのちょっと刑法を勉強しないとちょっとなかなか難しいんですけれども、うん、刑法ってなんで罰せられるんですかっていうと一応ね、今の通説とか判例の基づいてるのは行った行為、うん、行為ねこれ殺人だった殺人行為というものが悪いから罰するんですよっていう、うん、まあこれはちょっと。 行為論なんて言うんですけれども、はいはい、あの、ええー、まあ刑法の専門用語で行為無価値結果無価値って言い方するんですけど、うん、まあ行為無価値で動いてるんですけどねで行為が悪いから罰するんですよっていうところなんですで、行為が悪いっていうところから言うとまあちょっと存続かどうかは別として人を殺しましたっていう行為自体についてこれ親だろうが他人だろうが一緒ですよねうん、うん 行為その要は対象がその、えー、殺した側の人にとって血がつながってんのか血がつながってないのかという違いがあったりの話であって殺害行為そのものは一緒なのに対象が親だからっていうことだけでものすごく刑罰が重くなってるんですよね。うんうん ということは、これ、平等原則からは違反してるんじゃないですかっていうのがまあ、旨やと思うはい。流れとして。うんはい、となると、一応14条の問題にはなるよという話なんですけどいや、それをね、だもしそ,の、うん、そこで憲法がその、うん、14条が問題だとしたらですよ、うん、例えば、自、ま、分、あはいうん、のつながり関係なしだとして、 赤の他人を殺すとしますよね。はい、その赤の他人が。一歳だろうが、十、うん、歳だろうが。五十歳だろうが。基本全部同じだ。っていう話にもなりますよね。行為自体はね。うん。そこがなんかちょっともやもやするところで。うん、なんかすっきりしないんですよね。なん,なんて言うんでしょうね。 まあ、あ<ー>うん、で、こうすっきりしない部分が、まあ、僕らはごめんなさいちょっともう法とか勉強しちゃうと、まあ、そこはそうだなっていうふうに理解するんで、うん、曖昧が残るところがもし具体的に言ってもらえるとわかりやすいですけど。あの刑法二百条は結局削除されましたよね。あ、えー、あ、そうそう、二百条がないですね。今ははいはいはい。なくなって、で、全部百九十九条で裁かれると。はい。 ただし19、ねはい、199条で裁かれるんだけどもその中で個別の事情っていうのはもちろん勘案されるわけで,でまたその存続、ねはい、という理念だけはまだ残ってる状態ですよね。まあ、理念というか多分それはあ200条を作った時の目的立法目的というか。うん 目的自体が違憲なのかどうかっていうのが争われた時に目的自体は違憲じゃないよって一応反裁判官が判断したってことですよね、うん、<は>だから、うん、その目的自あの、まあ、法律って作る時に基本その立法目的っていうのがあってその目的が、うん、じゃあ あ憲法に沿うのか沿わないのかっていうのをちょっと見るんですけどうん、うん、その目的的には違憲じゃないよっていう扱いをしてるのが、まあ、あの判例ですよで実際その後の判例としてねまあ一旦ちょっと憲法のことは置いておいて、うん、存続殺っていうのはやっぱり刑罰が重くなる傾向にはあるわけですか。はい いや、まあ、そこは存続だからという理由で重くなっているようにはちょっと思わないですね、いろんな、たぶんそのときそのときの事情の勘案だと思うんですけれども親を殺したから通常殺人より重くしてるっていう,ようなのはあの後はあんまり僕、見てないですね。そうです、ね、だから、この存続っていう理念そのものが、ね、どんだけ残ってんのか、今幽霊のように。 立法、目的そのものはいけんじゃなかった、うん、でも今、存続っていうのはどうなってるんだと、言うたらこ、これ、ここですね、たぶん、もやもやしてるのは。<laughs> だから存続、<laughs> かか存続だろうが、何だろうか。かうん、明確に否定してないやんかっていうところだと思うんですよそう,そう,そう。将来さんがおっしゃって。 で、その後のそういう事例に関してじゃあ存続だからというので重くしてるのかっていうと実はそういうところは見受けられなくっておそらく裁判自体はそこは避けてると思いますそうそう避けてるのが気持ち悪いんですよね存続の判断に関してはそうそうそう、うん、だからもうそんな状況やと思いますね今のご時世で存続だから重くするっていうような判断っていうのはちょっと今 ああ、受け入れ難いっていう状況でしょうかね。うーん。なるほど。っていう感じやと思う。で、おめさん、ちょっとだけ補強させていただくと。はいはい。えっと、これね、えー、っと、要はね、200条っていうのは。極論言うと、この事件がなかったら、多分、あ、残ってると思います。よ、僕の。これはただの過程なんですけど。いや、多分でも、ウィキペディア見ても、なんか。うん そんな感じのことが書いてあるんでこの事件がものすごいね実は悲惨すぎて、うん、まあもう内容的には今うん、うん、将来さんおっしゃってくれたん、うん、要はこれね珍しいことに価値判断が先先行してる裁判やったんですよ。あのあのと,と言いますと。要するにねこれね執行猶予つけたいっていう思いが裁判所にあったんです。ももももうううそそそ普通そういいうことってないんですけど あのこれ、多分なんです、まあ、検察官がどこまでかがちょっと読み取れないからわからないんだけど、珍しいことに、多分ね、これ、大貫弁護士っていう方で、このはい、ものすごくこの事件のことで有名な弁護士さんやったんですけど、うんうん、要はあの、違憲判決の内容を誰が作るかというと、これ、歴史上、弁護士が作るんですよ、うんうん、まずこういう話があって。ほうほう要は弁弁護護士が訴えますよね。そのの時に内容で、 いいろいろこう、まあ、弁護でこう上げていくわけですよその時に、えー、弁護士の側が200条適用するのはどないやねんっていうことを言っていくんでうん、うん、だからこれ基本的にそれを汲み取ってるわけですよね、まあはあのー、裁判所の方が。でうん、うん、これは、あのー、実は最初これ一審はどういうふうに判断したかっていうと、うんあのー、あまりにかわいそうやから正当防衛で無罪にしてるんですよ。 うん。うん。あ、これこれ無罪にした。んでうん。面積、うん、だから、あの、正当防衛なんで。おお、ほほほ。はい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 。正当防衛っていうのは違法性が阻却されるんで、無罪なんですよ。うん,うん。うん。罪は残らないね。はい。無罪にするんだけどもね、こ、ただね、確かね、多分検察官が。さすがに口論して。あの <laughs>。殺したは正当防衛にはしにくい。 と、うん、といううう判断が多分あったんんだろうと思うんですねうん、うん、この言い出した口論で首絞めて殺した正当防衛っていうところなかなかちょっと正当防衛の要件としてはあの挙手がたいのでこれ控訴してるんですよ。うんうん、西にしのその上ね。で控訴したところではどう考えたかっていうと有罪判決をするんですけどこれね有罪判決する前に実は何をしてるかっていうとえっ、ー、とさっきお話ししてたように。 存続殺だけだと死刑か無期しかないんですうん、うん、まずね、はい、で、死刑無期からなんとかこれ減刑してあげたいっていうのが裁判,の裁判所の方に実はあったんですよ気持ちで。でこれちょっとごめんなさいテクニカルな話するんですけども、はい、えとまず死刑と無期懲役では軽い方を取ってあげようと思った無期懲役ですよね、はい、まずここの選び方。で 次向き、えーとね、そっからまず刑を決めた時に減、えー、刑って言ってあの罪を半分にしていくっていう作業が2回できるんですよ刑法って。ほう<ー>。一つは法律上減刑と言ってもう一つは酌量減刑っていう、まあ、あの実は方法があるんですけどうん、うん、どっちもね二回減、えー、刑半分にしてさらに半分にできるんですね。うんうんうん でまずここの刑法のテクニックがちょっとわからないとこの話全然わからないんですけどもうん、うん、無期懲役っていうのはこれ無期懲役って半分にするのどうすんねんって分からへんのでこれがあの法律って書いてあるんですよ刑法の68条ってところで、はい、であの刑法の68条っていうところでその無期懲役を減刑するには懲役7年に減刑っていうふうに決まってるよね。うんうんうん うん、だから最高限懲役7年にするっていうことです。ということは無期懲役っていうのは14年相当だと。14年相当当時はねはい、はい、マックス15やったと思うんですけど懲役ってそれのまあ10普通は15半分すると7年半分なんですけどまあそこは7年にしてるんですね法律で借るように。で7年に で、これ法律原形なんですよ。法律原形って何ですか？いうた例えばあの心身強弱だとか、うんうん、あのー、まあわけ心身喪失ってい,いわゆるこうわけわからなくなってあのー、やっちゃったっていうのありますよね。うん、判,断判断力がなくなってやってしまう。だってやっ、ね、これはあのでこれは法的な原形で三十九条にあるんですけども、うん、あのー、これは まあ,あ、心身喪失は絶対必要的減刑で、公弱だったらまあ任意なんですけど、まあ、これ、心身公弱の方を取って、半分にしてあげたんですけど、それでまず7年ですよね、うん、上益を減刑するんで、7年。はい、まずね、今の68条で、ではいはい、もう一回減刑できるんですよ、これ、酌量減刑で言って、裁判官とかが総合的に鑑みて、その心情的に半分にしてあげたいっていうのがあるんですね。うんうんで この7年を半分にすると今度は3年6か月になるんですよ。はい、3年6か月なんですね。ただ、はい、3年6か月でもこれ実刑を落とさんとだめなんですよ、3年6か月だと。はい、これが進で,す、ね、でなんでかっていうと、これ今度、進3年6月ね。で、はい、3年6月だとこれ実刑にしなきゃいけなくって、ところがね、あのー 実験にしなきゃいけなくってで何がしたいかっていうとこれね、執行猶予をつけたかったんですよ。はははいはいはい、はい、執行猶予つけようと思うと今度ね、刑法の25条っていうところがあって、うん、これね、3年以下か50万円以下の罰金しか執行猶予つけれないんです。ほほほうほうほう,ほう,ほうだから3年 6, 6月だと無理でしょ。はい だから、泣く泣くシンはね、だから本当は執行猶予をつけてあげたかったんだけど、無理だから、どう考えたかって言ったら、まあ、これは普通にやられてることなんですけれども、うん、えっと、普通常、その裁判の法律が下りるまでは、交、まあ、留されたりしてるじゃないですか。はいはい うん、だ交留されたりしてる日にちもぎりぎり全部削り取って、うん、一応3年6か月ってやってるんですよ。だから3年6か月の間で、交留してた日にちも全部取ったりして、3年6か月なんで、うん、まあ実質3年6か月よりは少なくなるなみたいなところで、これ、泣く泣く判決出してるんですよ、だから、ここでまた大貫弁護士の側やと思うんですけど、弁護士の側がもう一回、最高裁挙げてるんですね。はい だから、要は、どの裁判所も軽くしてあげたいという流れはあるんでうううんうん、うん。だから最高裁でもう200条違憲みたいにできへんかなっていうところだと思うんですよ。はあ、なるほど。っていう流れが実はあります。だから何をしたかったかっていうと、はい、これね、懲役3年に持っていきたかったです。ははい、はい。 懲役3年にしてて行猶予をつけてあげたかうんうん、うん、となると200条が邪魔なんです、はい、テクニック的にはいはいはいということは200条に200条の適用がないようにしようと思ったら200条なしにしてあげないとだめじゃないですかはいその程度200条なしにしようと思うと刑法上違憲だって言う,言うと無効にできますよね、まあ、そういうい なるほどね。そういうテクニカルな動きの結果、うん、じゃあこれ意見にしようぜと初めての命いう流れも一つありますはいはいなるほどなので普通殺人にしてあげると今言ったように最高限が15年うん、うん、でこれを半分にしますから7年、うんはい、で それを半分にしますから3年ってできるようなっていう話です。なるほどね。いやー、はい、塾長ここい賢いな。こ,この話はわからないず。うん、<laughs> やるなぁ。ここ僕なんか知って、うん。っていうことが実はありまして、はい、っていうので、ちょっとこの。 実は、存続殺のところって今の、ね、刑法全体的なことも分かっていないとちょっとこれ分かりにくいっていうところであるんですよね。えー、だからああと最後のところでは2年6ヶ月になってるんですけど、はい、あなるほどね。今言ったように 2, 2回ずつ減刑したので最終2年6か月でじゃあ3年以下だから執行猶予をつけてあげて、まあ、刑務所に入れてあげるのは。 かわいそうだよねっていう流れにあるということ。いや、聞いてよかったな。あ、それ面白いですねなる。あ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとみんなすごいコンティニューコインくれてて、ありがとうございます。はいはい、お茶子さんも今来たって。こんばんは。きむさんもこんばんは。はいはいはい。はいはい、フラさんもこんばんは。あの、ゆうさん、あの、もしよかったら、どうぞどうぞ。お話になってくださいね。いや、あの、そもそも、その。 将来さんが、尊俗発についてなんで疑問に思ってるのかって聞きたくてずっと黙ってたんですけど、ああ、えー、っとね、ユウさんはいつ来られたのかな。えー、っとね、要するにこれ、嫁さんが今、大学のレポート書いてて、こういうテーマで書いてて、いろいろ。あそのあたりも聞,あの聞,あ聞,聞いてました。ああ、で、これがね、法のもとの平等っていうのと、<laughs> 法のもとの平等って、もうぼんやりした理念じゃないですか。割と。うん。これって、本当に法のもとの平等の話なのかって、ちょっと。距離がね、この判例と。その、憲法上の法のもとの平等っていうのは。距離がありすぎてて、ピンとこない。っていうのが僕の疑問なんですよね。だから。具体的。具体的に。こうじゃないですかっていう質問じゃなくて。 うん、このいう判例とか、うん、その他にも判例があればですね法の下の平等っていうのは具体的な判例としてどう扱われてきたのかと、うん、だから今あの塾長の話を聞いて納得したのは割と無理から無理くりのとこがあったんだなという今印象を受けたんですよね。無理くりいうか 介護の価値判断は、まず、そこはあったっていう,うん、うん。なんとかしてあげたいし、でも、うんうん、確かに、次、同じ事件があったとしたら。たね、やっぱり、こん、こんな刑罰、重いのは、やっぱり、良くないよねって思うのは、当然で。うん、そう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 なんです。うん、だから、えっ、ー、と、将来さん的な疑問としては、うん、まあ。 なんていうと、罪が重すぎるっていうところのその表のもとの平等でのその平等で意見って出てるのもこれ、うん、もう一つなんですけど、うん、もう一個平等っていうのは、うん、えと次に同じような事件があった時に。うんうん 要するにその事件に対しても前の判例とかを参考にしたときに、うんまあ、ほぼほぼ同じように考えていかんとかあかんという一応縛りがでできるわけです。判例主義今言ったように存続判例主義ですね。うん、要はそこのここで平等って言ったのに、うん、ここでこの人2年6か月次の人はまた存続殺撤去みたいなことになってくるとなんでやねんっていうその矛盾が起きてしまうので。うんうん だから法の元の平等とか平等原則っていうのはこの事件に限らず次の事件との関連のことももちろん考えてるってことなんですよ法のバランスというところで。うん、で今回もう多分要する時,時期というか、まあ、時代的にこの,あの存続札を残してこのままいけるかっていうとまあ無理だよねっていうのはあると思うんですよね。うん ただこれはね<う>厄介なことで立法目的っていうのはああ国会が考えることなんです。ははい。はい。でねこれ違憲判決っていうのが、まあ、憲法論やってるとものすごく難しい話なんですけれども、うん、要は国会議員あれだけ集まって法律を作るわけですよ。うんうんね、ところが裁判所ってたかだか15人しかいないわけですよ。はい 最高裁裁判判所には官。はいはい、ということはこう意見判決出すって,って法令意見なんて特にそうなんだけど、うん、国会議員があれだけ集まって時間作って醸成していった法律に対して15人がだから実はよく言うんですけど裁判所って憲法判断回避のルールとかどっちかというと意見判断回避とかよく言われて。はい できるだけ違憲判決出したくないっていう空気はあるんっていうのがあったので、両残りする結論を残したんですよ、これは。だから、最終的に何が言いたいかっていうと、裁判所的には最後は国会の判断ですっていうのがセットなんです、ここって。えこれは国会に 何を判断させるんですか、いけんじゃないかっていうのを判断…うん、要は、例えば、うん、例えばね、存続殺のところの目的は政党、うん、だ<ー>でも、ははははい、刑罰の決め方がおかしいよってなったときに、うんうん、この刑罰のところをどうするかの判断は、国会の判断にな刑法を作ってのは国会だから。はい <laughs> 裁判の時点では200条はとりあえず置いとくけど立法府よ、お前らなんとかせえよと三権分立のうちの司法はとりあえず今置いとくけどちょっとラップ包んで置いとくからお前らこれラップどけて食うなり煮るなり食うなりだから一票の格差も似たような話ですよね。そそそうううででです、す。す全部なんけど。 だからちょっと難しい話があるんですけど憲法って一応じゃあこの判例っていうのはどこまでが射程距離かっていうと、うん、個別的効力説っていうのがあってこの事件だけが射程なんですそこでの判断。だから、意見判断は出たけど、ここののの事件に対して、法律の 法この法律で違憲ししの意見の法律っていうのはどこまでが射程ですかとりあえずこの事件に対しては違憲なんですよとで、それ以外の事件に関してはまた別ですよというのは一応あの建前なんですえ。ということは、えー、かくの話としてこれ以降に刑法200条が適用されることもありえたわけですね。 だけど、そこを、まあ、裁判所はは。避けます。す普通はで,すですよね。そんなややこしいことしたないからね, <laughs> 普通はねそんなことはそそそううだからだからこの裁判所が言いたいことは、えー、もしそれに文句あるんやったらまず立法府あなたたちがちゃんとしてくださいよって話で話、うん、そのバランスちゃんと作ってくれる、はい、法律のそれをしない限り <laughs> あの裁判所としては判断できへんよっていうまたことなので、うん、で言ったらそれがことなので えー、国会の方に行きましたで多分おそらく存続札どうするかの話といろんな刑のバランスを見たんだけれども、うん、存続札残してるともうこれ無理やろうねっていう判断やから多分国会でもう200が消えたっちゅう話え結局これ改正されたんがいつでしたっけ200条なくなったの平成11年ですね確かにいやそうだから随分しつこく残ってたんですよね残ってたんですそうなんですよ うん、こ,れこれは何ですか、もう、どうぞどうぞ、ああのね、えーと、平成11年の頃までは、実はあの、刑法の書き方ってまだね、あ,のー、あれなんですよ、あのー、カタカナ兵器やったんですカカタカナで書かれてて、刑法が、べからずみたいな感じでよくあるじゃないですか、へからずって書いて、べからずって読ましたりするんですけど。はい ああいう状態だと平成11年の時に交互体に変えたんですよ、刑法を。で、その時にごそっと200条戻しましたっていう話、正当にしていただいた。そういう時でないとそういう、改正しようという動きにならないんですか、みんな、面倒くさがってやれなかった、まあ、だから改正、面ん,んくさがってやらなかったでしょ <laughs> うね。というのはね、いいあのっうど、あ、どうぞどうぞ。 あの塾長してたら教えてもらいたいんですけど、はははいはい、はい維新がその憲法裁判所っていうのを考えてるじゃないですか。うんで、その憲法裁判所っていうのは、多分その、えー、一つの事柄、あるいはその法律に対して違憲かどうかっていうのを判断する裁判所ってことだと思うんですけど、うんそれに対してこう、要するにこう、日報側に対してそのどこまでその不作為とかを命令する権利とかっていうのは、なんかこう、 決ままってたりすするんですかねいや、まあそれはだからそれこそこれから立法の内容で考えていくってことやと思うんやけどねどこまでのことを具体的にするかっていうのはちょっと見えてないんで、うん、まああのごめん優子の話、ね、いつものこの前の救助もそうなんだけどあの、うん、どこまで具体化したいねんっていうのがまだ見えてへんからあの <laughs> ビクトルだけなんだけど憲法裁判所のなんかなんんかかこう考え 方とか概念みたいなのってどっかに乗ってたり調べたりできるんですかね、わかんないんだけどいや、たぶんね、憲法裁判所作ります、この前の発作ってどんな感じでしたっけね、手元に一応あるんですけど、えー、憲法裁判所作りますっていうレベルまでしか,かまあ書いてなかったような気がするんですけどね。 っていうのを判断するっていうぐらいの話だったらそのさっきの存続さのね、うん、あの規定を、うん、なんかもう50年以上ほったらかしいっていうような状況っていうのは憲法裁判所ができても変わんなかったりするのかなと思ったりするんですよ。うん、これね憲法裁判所の意義っていうのは何かと言いますと、うん、あの今度は今の,けんあの,今の憲法上とか今の裁判所法なんですけど。 あのー、うん、意見判断っていうのはいつするかっていうのをうくんご存知ですどういうときに意見判断できるかっていう。う,んうんうんうん、どういうとき例えば法律できるよね、ねうん、法律作りますよね、うんうん、法律、国会で法律作りました、これ違憲かどうかすぐ判断できると思います、うん、裁判所は。えー、それはできないですね。うんな、なんでかしてあります えー、これは想像ですけど、はい、おそらく裁判所っていうのは、その法律だけじゃなくて、はい、それに該当するケースが生まれて初めて、それが、そうですそういう話じゃないですかね。うん、あそうなんです今、それおっしゃってくれたように、今の日本の法律、あの日本の意見判断しようと思うと、付随的審査制っていう言葉があって。 今言ったように具体的な事件と合わせないとその法律が違憲かどうか判断できないんですよ。だから今の話もこのまず殺,殺人事件が起きました。 それに適応する条文が200なのか199なのかっつう話になってそことの話になっていた時に上の方に持ってった時に意見判断をやっと最高裁あたりがしてくれるんですけども今言ったようにその憲,法審、えー、と憲法裁判所ができた時にはおそらく普通で言うならば法律作りますよね。 その法律の概念自体が違憲になってないかどうかの判断ができるということやとつまりですね裁判所っていうのは憲法に対してプッシュ型、えー、つまり自動的な、うん、きっかけで判断はできるけども能動的にこの,この法律はこの憲法に反してるよねっていうことを能動的には言えないのが今の仕組みということですよね。 あそうですね、今の件、だからそれはさっき言ったように、法律1個作るの労力と,、うん、えと、裁判所の方が意見ってパッと言えてしまう、まあ言うたら気軽さというか、うんうん、それ比べたときに、国会が全く意味なくなるものになってしまってもダメっていうそこのバランスですよね。はい 逆に裁判所が暴走してしまうと法律がないがしろになってしまう、うん、まあ、これはちょっとアメリカであったんですけどね、意見判断出しすぎてというちょっと事例があるんですけども、ま、ね、まあ、あそこの反省もあります。ちょっとアホみたいなこと聞きたいんですけど、憲法裁判所って先進国だったら普通、あるもんなんですか、はい、憲法裁判所は今、確かドイツにはあったと思いますね。あのねうん 要するに、えー、とこれ憲法裁判所がある国っていうのはだいたいどういう国かっていうとこれまたごめんなさい憲法論の話になるんですけど、うん、法治主義っていう考え方をとってるか法の支配という考え方をとってるかのだいたい国に分かれるんですよ。ほ<う>で法の支配というところの考え方をとっている国っていうのは、うん、基本的にはさっき言ったように裁判の中で、えー 具体的な総称の裁判の中で憲法の意見を判断していくっていうのが大体普通なんですよ。うんうん、で法治主義法治国家っていうのは要するにその、えー、どっちかというと国会とか議会の方が優位だよねっていう歴史を持ってる国があるんですね。これ、うん、フランスとかドイツなんですけど。うんうん、でそういう国っていうのはかつてまあ,あのよく法治主義法治、えー、要するにその。 法治国家ということをあまりに言い過ぎたためにこれはまあ憲法を勉強すると普通に出てくるんですけどそれががが行き過ぎた結果がナチスをんんだっていう歴史があるんです要は何でもかんでも議会に権限を集中させた結果ヒトラーが全権委任を持つようになってああなっちゃったっていうことがあるのでうん、うん、やっぱりその議会に対してもブレーキいるよねっていう考え方が法治国家の国にも出てきたんですよ。うんうん でそういう国に対しては、憲法裁判所が戦後出ているところありますよね。だからドイツは憲法裁判所 あるあだからドイツはもうドイツならではの事情で必然的にできたわけですねそう,そうですそうです,そう,ですそう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 ,うん、うん、だからやっぱそこは歴史的なもんありますよね議会にあまりに権限を渡してしまうと大変なことになったよねそこはやっぱ裁判所のブレーキいるよねってまた揺り戻しであったんですけどただヨーロッパの国々っていうのは市民革命の時に恐怖政治っていうのがあったんで、うん、裁判 書の方ががむしろ信頼でできないという歴史があったんですよね。だからあの裁判所よりも基本的に議会の方が自分たちの代表者がやるんだからこっちのが信頼できるっていう、まあ、歴史があったのでその市民革命の時は議会の方が優位やったんですけどだん,だん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 それが。 時代下ってきた時に、まあ、それがまあその次の時が、えー、ナチスを生んでしまったというのがあるのでまだ裁判所の方がっていう話いう話を日本というをそういう話を高校のきに聞たたかったですね。はい、だから三権分立っていうのは単語しか知らないんですよ。なんなな何のこっちゃもわからない三権分立っていうのは。 今そういうふうに聞くと、うん、なぜ三権が分立してないといけないのかっていうのはよくわかりますよね。うんはい、はい。うん<ー>。あい、いそうなんですね。うん。いや、よう知ってるな、なるこのおっちゃん。聞いたら何でも答えてくれるよ。いや,ししいや、まあ、僕、僕ね、たまにね、こういう話やってるんですよ。声高いだけのおっちゃんかと思ってた。<laughs> た<まに> <laughs> た ああそうだね<ー>たまにこういうことをね喋ってるんですね間違えますいやいやこれは面白いですねなるほどなるほど本当今学校の授業聞いてるみたいみんなうんうん、そうそう多分これ学校の先生も聞いてて面白いんじゃないかな、うん、この話うん多分ね学校の先生が一番知らないんですよ、うん、憲法の話はい そう、えー、なると、そもそも論として、そもそも論として、憲法裁判所ってなんでいるんだっけっていうところに立ち返るんですけど、うん、その日本っていうのは、そのなんうのそのさっきの,そのドイツとかフランスとかっていう流れでもなく、まあ、なんていうのかな、軍部が暴走して。 えー、戦争をやって負けてっていう、まあ、流れの中で、あのー、あると思うんですけど、えそのえなぜ憲法裁判所っているんですかね、そだからそれは議会が暴走、議会に信用がなくなったってことですよね、今の流れからいうと、うんうん。例えばだから、安全保障。 に対するいろんな法制案が出たときに、基本的にそれが憲法と照らし合わせてどうなんだっていう判断がこの国はできないんですよ。うんうん、今のところ、ねうんうん、で。うん、特に安全保障に対する立法というのは、一国民からの事件と絡めて意見判断できるかっていうと、ほぼほぼ難しいでしょ。うんうんうん さっき見たら刑法とか民法とかだったら暮らしに身近なんでできるんですけど特にこの国家を揺るがすようなまあ立法ができた時にその判断を裁判所にするっていうことはまあまあできないんですねでまあ裁判所も統治行為論で逃げたりなんかするのでもうぐっちゃぐっちゃになるんでそこは。 やっぱりそういうい国全体の立法ができたときに、まあ、憲法チェックを受けるという意味での憲法裁判所はいるんじゃないんですかっていうところの、まあ、価値判断やと思います。特、うんえー、に今の日本というのは、そういう立法が増えてくる。つまり、何らかの裁判を起こ,さない <coughs> 起こさないことには裁判所が判断してくれないし、一つ一つ裁判を起こしていくわけにもいかない、うん、じゃあ、そのときに能動的にチェックしてくれる機構が憲法裁判所であると。うんうん まあまあ、ざっくり言うと、タイムラグもないし、まあ、暴走もなくなるだろうというような目論みですよね。なるほど,るほどで。それと日本が、はいはい、言う,言うこと、言うさと。例えば、個別の法律だったら、さっきのね、そのえー、付随的審査制というものの中で、一応、違憲かどうかっていうのを判断してたわけですよね。 あのー、要はその統一行為論で交わしてるんだけども、一応統一行為の中で交わすかもしれないけど、これは違憲ですか、どうですかっていうふうに問うことは今までもできてたわけですよね。となると、なんていうのかな、そのただたださっき将来さんが言ったように、すごく時間がかかります。 10年以上ぶっちゃけて言うと、ぶっちゃけて言うと、最高裁判所がもっとしっかりすればええやんていうだけの話のにも聞こえなくないんですよいやー、そうかな、しっかりするっていうんだけど、やっぱり時間の問題っていうのは、すごい大きいんじゃないですか。逆にあだから今,今,の今の現行の手続きでってことですか、ユウさんが言ってるのは。今の現行の手続きでもしっかりしたらいいやんかっていう。 例えば、あ<ー>その、あのー、判断するっていうのは、だから時間かか,かりすぎって、ね、今、将来さん言ってたけど、うん、時間かかるべきものじゃないのかなとも思ったりすると、逆に言うとでもね <laughs> あの、単に時間がかかるだけじゃなくって、まず訴状に載せるっていう行為があるのかないのかっていう話になりますね、これ、塾長。その そうそうそうけうそうそうそうだから一旦は訴状に載せないことにはでの載せた後もまた時間がかかるわけですよ現行制度だとねそうですそうです、うん、そうそうそうそ,うそれを、うん、もう憲法裁判所はその誰かが訴状に載せてくれるんじゃなくて自分がもうポンと乗っけてさばいてくれるといちいちその事件化しなくてもこれは、うん、おかしいよこれはおかしいよっていうことは言えるのですっごく時間が短縮手続き証時間が短縮されるっていう うん。ことだと思いますよ。まあ、メリットはありますよね。うん。結論はどうやね。うん、うん、なんか、つまだ議論が必要な気がするな。なんや、まだ難癖つけよう思て。<laughs> この十。<laughs> いや、なんか。いや、なんかね。こんな意味は俺、俺裁判所って、あの、なんかこう。あの、なんていうの。信用してない部分があるかもしれないですけど。うん。うん。その。 主体的にどんどんその判断していく裁判所って一体何者なのかなと思ったりするんですよ、変な話。うんうんうん、でもね、それを言うと、それう一方とかだったら、はいはい、我々が選んでるし、うんうん、でそこから、まああの、要は内閣総理大臣とかってことで、うん、まあ政府が、行政が担うわけですから、うんうん、でそこにはわれわが選んでるっていうところは介在してるんだう。うん 憲法裁判所の裁判官っていうのはあの要はその4年に1回あのクビにするかどうかはできるけど、うん、選ぶことはできないじゃないですか。はい、で、まあ、その憲法裁判所の判事がどういう選ばれ方をするか分からないから分からないんだけど、うん、例えばそこでなんかこう民主的に選ばれない判事がどん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 、立法が決めた法律とか行政が決めたあその何その判断っていうのをどん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 。まあ そんな積極的には覆さないかもしれないけど、うん、そこに対して、こう、えー、権力を持って変えていくことができるっていうことになると、うん、それはそれでなんか問題が起きるような気がしなくもなくて、えっとね、維新案で僕、昔、ちらっと見たことがあるのは、憲法裁判所の裁判官の中には、国会議員も入れるみたいなありましたよ。うん、ああそそそううなんん、うんだだからもちろんそこは多分あののの一定のその えー、裁判官だけじゃなくてその民主的な手続きで選ばれた側の人間とも話し,しながらっていうところが入ってくるんやと思いますけどね。うーんなるほど、ねうん、というふうな見て、まあこれがまだどうかわからないですけど一応ざっくり案はそういうのは僕一回見たような記憶がありますただまあこれはまだたき台かなんかでぶわっとしてるのであそ,うそれはねなんか裁判官の、うん。 えー、だから、どっちかというと、弾劾裁判に近いような感じの構成やなみたいなんでは、僕、ふわっと覚えてるんですけどね、あ<ー>まあそこからまた変わってるかどうかわかんないですけど、うん、だから今はね、立法したものを冷静に判断するっていうワンクッションがどこにもないじゃないですか、うん、要は、国会で作って過半数、過半数で賛成で OK になったら、もう立法になっちゃうでしょ。はいはいはい でそれで動いちゃうじゃないですかここに何の憲法チェックも実は入ってないんですよ、うん、実はまあ一応内閣法制局ってやつらがいますけどね <coughs> うんまあでも法制局でも行政の機関なんで、うん、憲法チェックをしてるって言ったってそれは、うん、あ一その行政から言わ話でしことはかりますよね。うん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 。まああのだから言わせしいことはい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  あの要は行政はあのー、ちょっと難しい話をするとまだ今日本っていう国は行政国家現象の国って言って行政権の方が権力が肥大している国なんですよまだまだだからその行政権の一組織である内閣法制局がうんって言ったところでどないやねんっていうところの、まあ、話があるのでそれは冷静な判断ができる一応裁判所の何らかの判断もいるでしょうねっていうとこなんですよあの事前チェックねうんうん、うん その事前チェックの方法ってどうやって作っていったらいいやろうなっていう一つの判断が今言った憲法裁判所っていう手段やと思うんですよ。で今は徹頭徹尾裁判所というのは事後チェックの機関なんですよ。うううん、うんだから裁判所を事後チェックだけの機関にするのかいやいや事前チェックの機能も持たせようかっていうところが大きな分水ですこの話は。うん あ法一法律に対してねまあでも、ユウさんが言ってる疑問,疑問っていうのは、<laughs> 要するに裁判所そのものがみんなから選ばれてるわけでもないのに信用できへんよねっていう話なんですね。だから憲法裁判所の前に裁判所そのものが信用できるのかっていうことでしょ、ユウさんが言ってるのは。んっていうか、まああの、法律の解釈とかはまだ別にっていうか。まあ いいかなと思うんですよ。だからそういう意味で言うとあの、事故だったらいいなと思ってるんですね、一つのこうなんか問題とか、うん、あるいは法律ができたときに、うん、それに事故、えー、的にいいか悪いか判断するのはいいと思うんです。うんうん、なんだけど、えっと、事前に例え,ば例えば立法家庭とか。 あのまだ作られてないな段階の中で裁判所がいやこれはちょっとおかしいからあのー、あかんでっていうふうに言ってしまうのはどうなのかなと思ったんですね。あ最中には入ってこないですよ。え、今の実の話だと、そ,れその立法過程の中で。出来上がった法律に対するチェックです。ああなるほど。だからえー まあだから最終、どこでちょっと判断まあまあできた、できたの判断で最後、多数決で決めるちょっと前にはなるかもしれないですけどあの家庭の中で裁判官が入っちゃうと裁判官が政治機関になっちゃうんでこれはだめなんですよ、政治的中立性が保てれないのでうんだから、裁判官が民主的な手続きで選んでないのは政治的中立性を守るためなんです。 じゃあ、その塾長がおっしゃっている事前っていうのは、国会の課題可決された後に判断するって話です。うんそういうことやと思いますね、可決したけれども、やっぱりまずいよってなったら違憲ていう判断ができるみたいなところになってくるんかなってそれでまた国会にもう一回、こう、そうそう、再度練り直しっていうことになるのが、今、ぼやと思ってる感じです。ちょっと変わるるるかもしれななないですけどどどほほ うんあの今頃言うのもなんですけどこれ録音されてて順位予備校の方でもあの配信されると思うんですユウさんオッケーですかえ別にいいですうんじゃあ超今更じゃないか残り三分なので今更ですはいそうあのまあとりあえずキリのいいとこでお茶子さんがちょっとスマてねあえお茶子さん上がってくるって。 あじゃなくて、あのその弾劾裁判所に,みたいにするのってあるんですけどこれ弾劾裁判って今国会議員だけで構成されてるんだけどもそうじゃなくって、えーえー、と弾劾裁判所みたいに国会議員もメンバーにはいるけれども多分決めるメンバーの,あの判決するメンバーにもちろん裁判官はいますって言われますうん、うん、今の弾劾裁判は国会議員だけで参院と衆院の。 だからそこに裁判官もじゃ言っての多分憲法裁判所になるって、ベクトルらしいことを維新は書いてたけどこれまあ確定じゃないかわかんないですよ。う,ーんうんんっていうことだけちょっと言いたかっただけ。はいわ、はい、かりました。あ別に関係裁判官は絶対入ると思います。はいどうぞ。はいあの塾長今日ねあの維新のねあのなんだっけ、うん、オープン成長で緊急事態条項話されてたんであの動画見てほしいです。あ,あそうなんですか。 あ、わかりました。じゃあ、またどっか見ときます。うん、はい、ありがとうございます。なんか、道文に書き込むみたいですね、あれ。あ、憲法の,そ,のそうそうそう。なんか、あの付け加えってことで、憲法改正を停止するとかね、なんかね、結構いろいろ書いてあって、うん、ああの緊急事態になったりと内容によってはまた、ったまたああ、れ、ちょっと内容によってはまた、あ,またあのー、うん うういまんね、ねちでお願いしますえと。ということで、はい、まあちょっと切りがいいので、一応60分で一旦切ってですね、多分あのロックオンとしては、はい 1>, あのー、1時間でまとめたら方がいいと思うので、この後は、もしお話したいことがあったらスペースでいきましょうか。はいうん、一旦ここで終了して。あはい、わかりました。はいえー ということでじゃあのここで一旦停止させていただきますので誰かスペース空けるのかな僕空けましょうかありがとうございますはではでは皆さんありがとうございましたあで塾長もゆうさんもありがとう本当に大変勉強になりましたすっごい勉強になりましたありがとうございましたこちらこそこちらこそありがとうこちらこそありがとうはいはいはいでは失礼いたします。